おい、クジラクジラ。なんだね。ジャニタレインじゃん。いるね。あいつら悪いね。どうして？ジャニーズの犯罪率高いよ。そうなの？ジャニーズを見たら犯罪者と思った方がいいや。そんなには多くないでしょう。多いよ。まずカトゥーンの田口淳之介は何したよ。そっか、大麻だね。だろ？ジャニーズの犯罪率は高いんだよ。言われてみれば。まだまだあんぞ。山下智久ことヤマピーは何やったんだよ。あ、女子高生を持ち帰ったね。そうだな。ヤマピーのピーはペニスのピーだからな。でも、それは犯罪にならなかったんだよ。そっか、携帯持ち去り事件だ。そうだな。器物破損で書類送検されたんだよ。確か、女性と一緒にいたからそれを撮影された携帯を持ち去ったんだよね。そうだよ。ジャニーズの犯罪率は高いだろ。そうだね。草なぎ剛の公然猥褻罪もあるだろ。稲垣吾郎の道路交通法違反もあるだろ。板尾いつの青少年健全育成条例違反もあるだろ。どうなってんだよジャニーズ。セラさん、セラさん、板尾さんはジャニーズじゃないよ。え、板尾は男組じゃなかったっけ。